カルカーノのこと何か知ってるの？
変なことがございましたな。盗賊カルカーノとかね。しかしあの時のマグボッちゃんのお姿、カルカーノに颯爽と立ち向かう姿、このグレ感動しましたぞ。それにしてもマグみたいなヘッポコ冒険家にやられちゃうなんてな。ぜ、よく言うよ。カルカーノが現れた時怖くて動けなかったくせに。違うわい。あれはいきなり現れたからちょっとびっくりしただけだ。ちょっとびっくりね。もういい。答えは先に寝るよ。じゃあおやすみ。おー、俺も寝よっと。おやすみ、リニア。おはようございます、皆様。ああ、おはよう、グレー。おはよう。まぶしき光、爽やかな空気。まさしく朝は至福の時間でございますな。そうそう、そういえば、今朝ニーナ様が参られて伝言を残していかれましたよ。マグボッちゃんにソシエテ博物館まで来ていただきたいとのことでした。ソシエテ博物館か。いよいよだな。よし、それじゃあ博物館に行こう。あれ、チェインは行かないの？マグに来てほしいって伝言なんだろ。あたいはいつでも出かけられるようにサイフレームでも磨いてるさ。ただし仕事の依頼だったらあたいを置いていくなんて許さないからな。